はい、皆さんこんにちは。今回は帰化した超 VIP100 人についてです。日本の有名な方々を漢方で確認しています。日本の有名人が帰化した方が多いことを検証するためです。なるべくその他の点を配慮しておりますので、ご協力をお願いいたします。はじめに現健大選手です。現健大選手は岐阜県多治見市出身のプロ野球選手、外野手、内野手、オリックスバファローズ所属。高校通算本塁打18本で遠投 100m、50m は6秒。守備位置や内野と外野を守るだけでなく、投手としても最速144キロを計測したことがある有能な選手です。2020年ドラフト2位、これからの選手です。漢方で確認しました。平成14年5月17日ということで、漢方ですね。令和3年5月26日の漢方で確認いたしました。拡大します。ピッと、現健大選手そのまま、平成14年5月17日生まれと、名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もう一度生年月日を見てみますと、2002年ですね。2002年は平成14年5月17日とですね。平成14年5月17日と確認できました。野球選手はたくさんおられまして、まだまだ紹介していない選手がたくさんおりますので、これからも ご紹介していきたいと思います。続きまして、小野梨沙さんです。小野梨沙さんはブラジル生まれの日本人ボサノバ歌手。本名は小野梨沙、 MS エンターテイメント所属。アルバムをたくさん出されております。テレビにもたくさん出演されております方です。小野梨沙さんは1962年、昭和37年7月29日生まれです。昭和59年7月9日の漢方に載っております。拡大します。民族名、そのままですね。小野梨沙さん、梨沙小野ということで、昭和37年7月29日と、名前と生年月日が一致しておりますので、聞かされておりますことが確認できました。昭和37年7月29日ということで、1962年ですので、昭和37年7月29日と、小野梨沙さんですね、確認できました。続きまして、金光義弘さんです。金光義弘さんは声優ナレーター、日本の男性声優、青鬼プロダクション所属、大阪府出身。テレビアニメですね、たくさんの役柄を務めておられます方です。で、また調べますと、テレビにもたくさん出演されておりまして、活躍されている方です。金光義弘さんは、誕生日が8月27日で、金光義弘さんということで、漢方で確認いたしました。令和2年10月8日の漢方に載っています。拡大します。川崎市中原区ということで、金義弘さん、昭和55年8月27日、金光義弘さんの蜜を除いた3文字ですね、金義弘という名前と誕生日の8月27日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。で、調べますと、生年月日のうち生まれた年がなくて、で、どれを調べてもちょっと年が書いてなくて、で、最近生年月日のうち年かもしくは誕生日かどちらかが、出さない方が多くなってきているんですが、漢方で調べるやつがいるから、そういうのに備えているのかなともふと思いました。金光義弘さん、確認できました。続きまして、石倉陽子さんです。石倉陽子さんですが、日本の通訳経営学者、一橋名誉教授、ほか青山学院大学教授、一橋大学教授、慶応大学教授と、日本の有名な大学の教授を務められておりまして、さらに日本の有名企業の社外取締役を複数務めておられます方です。で、デジタル庁、デジタル監、初代
になられました方です。デジタル官は日本の国家公務員の官職の一つであるデジタル庁に置かれる特別職ということで、内閣に設置される行政機関ですね、そのトップといいますか、顧問ですかね、行政機関の最重鎮に、の方ですね、なられました方です。で、生年月日が1949年3月19日、で石倉洋子さんということで、1949年は昭和24年です。で、これらの情報をもとに、官報で確認いたしました。昭和34年、9月25日の官報に載っております。拡大します。一族で帰化されておりまして、まあ、そういう方もたくさんいらっしゃいますが、で、この左上の部分ですね、さらに拡大させていただきまして、北海道稚内市ということになってまして、で、民族名が李陽子さんで、この時数名が他にもありまして、山本陽子さんで、もう一つ桐村陽子さんとありまして、生年月日が昭和24年3月19日と、名前の陽子と生年月日が一致しております。もう一度確認しますと、昭和24年3月19日昭和24年ですね。昭和24年3月19日。で、石倉陽子さんですね。昭和24年3月19日と、生年月日と名前、陽子さんが一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できまして、で、さらにもう一つ、より強まる要素がありまして、で、一族で帰化されておりますが、一族の中ですね、一族はこの、まあ、李一族ということで、まあ、爪も同じく山本さん、桐村さんとありまして、で、同じ一族の中で、李金山さん、山本金山さんという方はこの右下にあります。で、基本的にこの一族の方は皆さん、北海道稚内市ということの住所になってるんですが、この李金山さんは、もう住所は稚内市になっておりますが、で、出生地が神奈川県横浜市中区山本町となっておりまして、こちらの一族の方で、横浜市中区に 縁がある方がいらっしゃいまして、で、こちらの中区、横浜市中区は石倉陽子さんの地元になっておりまして、その部分が一致します。弱歴の方でフェリス女学院中学校卒業ということで、まあ、出身地が横浜市中区ということになってまして、で、場所を確認しますと、フェリス女学院がここにありまして、右上ですね。で、先ほど一族の方の一人の金山さんが生まれた場所が、中区のこの山本町は、この部分になります。で、石倉陽子さんが、まあ、通われております、有名な中高一貫のフェリス女学院は、ここですね。右上。まあ、すごい場所で十分に、まあ、歩いて通えます、通学圏内になります。石倉陽子さんが、まあ、この時は稚内市ということで聞かされておりますが、まあ、一族の方のもう一つ縁がある場所ですね、横浜市中区に、金山さんの方ですね、こちらの方に移動されたと考えられます。昭和3年生まれの金山さんで、昭和24年の石倉陽子さんですので、21歳差ですね。まあ、お父様かおじさんか親族の方が横浜市中区にいらっしゃるということで、こちらに、まあ、地盤を変更されたと思われます。で、その点が一致しておりまして、名前と生年月日も一致しておりますので、まあ、石倉陽子さんが帰化されておりますことが確認できました。で、デジタル官にですね、就任された時の官報がこちらです。デジタル官に任命するということで、
栗田陽子さんで、まあ、石倉陽子さんという名前がありまして、まあ、この聞かされた時は桐村陽子さんだったり山本陽子さんだったりと通名はいくつも持てますので、まあ、ただ陽子さんというのは一貫して一致しております。陽子さんがあの本当の名前ということで、聞かされておりますことが確認できました。続きましてエリ・アルフィアさんです。エリ・アルフィアさんですが、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元国連日銀職員ということで、戸籍上の氏名はエリ・アルフェアであるとあります。日本の自由民主党の衆議院議員の方です。福岡県北九州市にて新疆ウイグル自治区出身のウイグル人の父とウズベク人の母の子として生まれたと出自がありまして、北九州ですねの方に住まわれていたとあります。昭和63年10月16日生まれということ で、これらの情報をもとに官報で確認いたしました。平成11年6月8日の官報に載っております。拡大します。こちらですね、昭和63年10月16日と生年月日が一致しておりまして、で名前がエリ、このアルヒアと呼べます。で名前と生年月日が一致しているということになりますが、こちらの長い名前ですね、これについてもう少し解説させていただきたいと思うんですが、まあ、ご自身のブログがありまして、両親はウイグル出身で平成11年に帰化した日本人とありまして、生まれた時にウイグル語でアルフィアと名付けられたとありまして、で漢字で当てると生まれたとこにアルフィアをですね、このような漢字で登録されたため、日本に帰化した時もそのまま戸籍の名前はカタカナでアルフィアになりましたと。このように漢字で登録されたと。で、日本に帰化した時も一緒だったということで、これですね。これでアルフィアと。で、平成11年に帰化したとご自身でおっしゃられてまして、これ平成11年6月8日の官報です。で、名前が、これですね。アルフィアと一致してますので、この、解説ですね、と一致しておりますので、この方がエリ・アルフィアさんであることが確認できました。生年月日も昭和63年10月16日これですね、昭和63年10月16日と、あ、ここにもありますね、アルフィアさんと名前と生年月日が一致しております。日本の衆議院議員の方も聞かされておりますことが確認できました。続きまして、ババホジャエバオルズグルさんです。ババホジャエバオルズグルさんはウズベキスタン共和国タシケント生まれのタレント、文化人、企業家、政治家ということで、世田谷区議会議員、日本の政治家の方です。テレビでもたくさん出ておられます。まあ、タレントとしても活躍されております。で、オルズグルさんは1985年、昭和60年12月3日生まれとありまして、ですね、昭和60年12月3日、で、官報で確認いたしました。令和3年1月29日ですね、最近の官報に載っております。拡大します。名前がババホジャエバオルズグルスラデジノブナ様さん、昭和60年12月3日生まれ、生年月日とお名前が一致しております。聞かされておりますことが確認できました。昭和60年ですね、12月3日ということで、で世田谷区議会議員ということで、世田谷区から日本を変えると、このような政治活動をですね、されておりますようで、
まあ、私一見しまして、エリアルフ屋さんみたいな感じがしまして、これから、まあ、移民政策も進めておりますので、こういう方が日本の政治家の方としてたくさん増えてくるような感じがしました。続きまして、金城浩二さんです。金城浩二さんは俳優です。出身地奈良県。で、テレビに、その時歴史が動いた、ショコラ二人っ子、他いろいろ出演されております俳優の方です。日清食品の CM にも出演されておりますようです。金城浩二さんは、1964年4月19日生まれです。で、これらの情報をもとに官報で確認いたしました。昭和62年10月3日の官報に載っています。拡大します。奈良県ということで、そのまま金城浩二さん、民族名は金浩二さん、昭和39年4月19日生まれ。で、1964年はですね、昭和39年ですね、4月19日生まれということで、名前と生年月日が一致しております。ということで、帰化されておりますことが確認できました。俳優の方は、帰化された方、たくさん確認しております。これからも確認していきたいと思います。続きまして、藤巻照子さんです。藤巻照子さんは、大山千佳子さんとも申しまして、元極真会館、大山正達氏ですね、の奥様ですね。大山正達さんが亡くなった後は、極真会館大山派の館長になられております。で、弟は俳優の藤巻淳さんということで、旧姓が藤巻照子さんということになっておりますが、1926年、大正15年、昭和元年ですね、12月10日生まれということで、これらの情報をもとに官報で確認いたしました。昭和43年5月16日の官報に載っておりました。拡大いたします。ご家族で帰化されておりまして、藤巻照子さんですね。この赤い部分のところですが、藤巻照子さん、大山千夜子さんということで載っております。大正15年12月10日ですね。見えますでしょうか。藤巻照子さんですね。大正15年12月10日。大正15年12月10日と、名前と旧姓の藤巻照子さんですね、お名前が一致しておりますので、帰化されておりますことが確認できました。で、一緒に右側の方に大山正達さんが乗っておりまして、同じ日にちに帰化されております。で、大山千夜子さんのこのお父さんの藤巻淳さんですね、こちらの方です。まあ、ということで、この方も在日の方ということになります。藤巻照子さんの方は確認できました。続きまして、西山英子さんです。西山英子さんですが、日本のファッションコーディネーター、ファッションジャーナリストの方です。まあ、元の名字は張さんとありますが、松屋銀座本店に13年間勤務した後、西山栄光ファッションオフィスを設立されまして、実定は作家の伊集院静香さんですということで、昭和22年ですね、1947年、昭和22年3月25日生まれということで、官報で確認いたしました。昭和50年4月8日の官報に載っております。拡大します。こちらですね。民族名張栄子さん、通名西山英子さん、昭和22年3月25日生まれ、通名と生年月日が一致しております。帰化されておりますことが確認できました。
昭和22年3月25日、西山栄子さんということで、通名西山栄子さん、昭和22年3月25日生まれということで、確認できました。続きまして、林為人さんです。林為人さんは、日本の地球科学者、京都大学大学院工学研究科の教授です。で、1999年に日本国籍を取得という情報もあります。こちらの日本の最高峰の大学教授が帰化されておりますかどうかを確認いたしました。平成11年8月13日の官報に載っております。拡大します。そのまま林為人さん、ご家族で帰化されておりますが、林為人さんということで名前が一致しておりまして、で、この帰化年月日がですね、平成11年、平成11年は1999年ですね。で、1999年に日本国籍取得ということで、この情報も一致しておりまして、林為人さんが帰化されておりますことが確認できました。また華僑のネットのですね、記事ですと載っておりまして、こちらも1999年に日本国籍を獲得とありまして、こちらの情報も一致しております。ということで、ウィキペディアには生年月日は載ってないんですが、その他の情報が一致しておりまして、林為人さんが帰化されておりますことが確認できました。この日本の最高のですね、学問を収めた教授も帰化された方が多いことがを確認しております。はい、皆さんこんにちは。今回は便利なアイテムを見つけました。 Amazon で見つけたんですが、クリアルックさんのキーボードスライダーです。私の机はちょっと狭めなんですが、これのおかげで、スペースを有効活用することができるようになりました。使いたいときに、この、引っ張り出してきまして、で、この、つなぎ目もがっしりとしてます。で、ここをですね、キーボードでも何でも置きまして、そうしますと、私の狭い机も、十分、スペースが広がりまして、いろいろ有効活用できるようになりました。こちら大変良い商品見つけたのでおすすめしたいと思います。色は4色ありまして、私は黒にしました。木目と白い木目とあと白もあるみたいで、ぜひいい商品ですのでご検討いただければと思います。では失礼しました。ストラッサー・キーチさんです。ストラッサー・キーチさんは日本の男性総合格闘家、大阪府大阪市西成区出身、総合格闘技道場コブラ会所属、元ヒート総合ルールウェルター級王者ということで、日本の格闘家の選手で、戦績が33試合20勝10敗と大きく勝ち越しております。強い選手です。ストラッサー・キーチさんは本名国本喜一さん、昭和56年ですね、1981年、昭和56年5月1日生まれで、官報で確認いたしました。平成7年2月20日の官報に載っております。一部を拡大いたします。大阪市西成区で、ご家族で帰化されておりまして、李喜一さん、昭和56年5月1日生まれと、喜一という名前と生年月日、昭和56年5月1日と名前と生年月日が一致しております。こちらの李喜一さんですね、この方が国本喜一さんということで、ストラッサー喜一さんということになります。帰化されておりますことが確認できました。大阪市西成区というこの住所も一致しておりますので確実です。ですね。生年月日が昭和56年5月1日ということで、
生年月日と名前が一致しております、確認できました。日本の格闘家の方は、在日の方が多いところです。こちらの秋山選手も、帰化されておりますことを以前確認しております。確認できました。続きまして、お笑いコンビのさやかのうち左側の方です。新山典彦さん。新山典彦さんはツッコミ、2021年夏まではボケ、現在もネタによってボケと両方を担当されております。ネタ作り担当、立ち位置は向かって左、お笑い、芸人、お笑いコンビの方です。本名は新山典彦さんで、妹さんがいらっしゃると書いてありまして、生年月日1991年平成3年10月17日生まれ、漢方で確認いたしました。平成23年4月5日の漢方に載っております。拡大します。こちらですね、民族名源典彦さん、平成3年10月17日で大阪市平野区ということで、生年月日とあと名前の典彦が一致しておりまして、で大阪市ということも一致しております。で、妹さんらしき方ですね、ご家族一緒に聞かされておりましてですね、平成3年10月17日と名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。お笑い芸人の方々も聞かされている方が大変多い業界のようです。続きまして、菅佐人さんです。菅佐人さんは日本の実業家、旧名が菅義正さんともありますが、菅佐人さんはチェリオコーポレーションの創業者です。チェリオコーポレーションですね、菅佐人さんが創業者とも書いてありまして、チェリオとかライフガード、チェリオグレープ、セーフガードとか、我々が特に若い人とかがたくさん飲むような、ジュース類のチェリオコーポレーションの創業者です。菅佐人さんは、1926年大正15年1月5日生まれ、まだご存命でいらっしゃいます。こちらが菅佐人さんです。昭和34年11月6日の漢方に載っております。拡大します。右側ですね、東京都渋谷区、菅義正さんとありまして、通名が2つあって、その1つに菅佐人さんとあります。大正15年1月5日と、生年月日とお通名の1つが一致しております。もう一度確認しますが、大正15年1月5日、大正15年1月5日と菅佐人さんという通名が一致しておりまして、聞かされておりますことが分かりました。菅佐人さんは、チェリオコーポレーションのほか、新人物往来者も本の出版会社ですね、主に歴史書籍を作っております会社の経営者でもありました。こちらにあります通り、我々が日常的にたくさん飲むジュース類とか、そういう業界も聞かされた方が経営している会社だと、そういうことになります。続きまして、大野博文さんです。大野博文さんは日本の構造家、構造家とは建築設計をされるお仕事で、大野さんはご自身の建築設計事務所大野ジャパンを持たれております方です。構造家として有名な方です。こちらの方です。大野博文さんは1974年昭和49年と、月日は不明ですが名前と生年月日で確認いたしました。昭和55年2月12日の漢方に載っております。拡大します。川崎市多摩区、城博文さん、通名で大野博文さん、昭和49年8月21日と、通名の氏名とあと昭和49年が一致しておりますところで、聞かされておりますことが確認できました。昭和49年の大野博文さんですということで、確認できました。
構増加の分野も対価が、帰化されておりますことが分かりました。続きまして石本康弘さんです。石本康弘さんは日本の写真家、写真家の大家の方でたくさんの賞を受賞されております。個展もたくさん開かれております写真家の大家です。大正10年6月14日生まれ、こちらの方です。昭和44年6月19日の官報に載っております。拡大します。もう少し拡大します。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市ということで、康弘石本、まあ、通名そのまま石本康弘さん、大正10年6月14日生まれ、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。こちらですね、見えますでしょうか。大正10年6月14日、大正10年6月14日ということで、まあ写真家の大家の方もお聞かされておりますことが確認できました。続きまして渡辺キルヨンさんです。渡辺キルヨンさんは日本の社会学者、言語学者、慶応大学名誉教授です。本も出されております。こちらの上の方です。女性の方です。渡辺キルヨンさんは1940年ということで昭和19年生まれです。官報で確認いたしました。昭和53年6月14日の官報に載っております。拡大します。民族名キン・キルヨンさん、通名渡辺キルヨンさん、昭和49年あ失礼しました昭和19年11月23日生まれ、渡辺キルヨンと昭和19年ですね、一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。渡辺キルヨンさん、昭和19年ですね、日本の有名な大学の名誉教授と重鎮の方が、帰化されておりますことが分かりました。続きましてユウ・チュウクンさんです。ユウ・チュウクンさんは日本の経済学者、また日本華僑華人学会の創始者で初代会長でいらっしゃいます。また複数の大学の大学教授を務めておられます。大学教授の中でも重鎮の方です。大学教授は帰化された方が多いようです。こちら一番右側の方がユウ・チュウクンさんです。でこちら一つの例で愛知東邦大学の経済学部の教授とありますが、複数の大学の教授を務めておられます。ユウ・チュウクンさんは昭和7年10月8日生まれです。昭和59年3月15日の官報に載っています。拡大します。こちらの方です。千葉県流山市ということで、そのままユウ・チュウクンさんということで、昭和7年10月8日生まれ、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。ですね、昭和7年10月8日ということで、確認できました。続きまして山井理沙さんです。山井理沙さんは日本の実業家、ファッションデザイナー、スノーピークの3代目で、現在辞任されてしまったんですが、一時期代表取締役社長でいらっしゃいました。スノーピークは日本のアウトドア総合メーカーの大手です。そちらの社長を務めておられました山井理沙さんです。こちらの方です。1987年昭和62年11月10日生まれ、令和2年8月7日の官報に載っておりました。拡大いたします。横浜市港北区、呉理沙さん、昭和62年11月10日生まれ、理沙という名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。理沙さんと昭和62年11月10日ということで、昭和62年11月10日、名前と生年月日が一致しております。でまた帰化された年が令和2年
8月7日ということで、令和2年に、記念すべき、山井梨沙さんは、スノーピークの代表取締役社長に就任されております。令和2年3月27日に、記念すべき年に帰化されておりますということで、それも一致しております。大手の、スノーピークの社長であります方ですね、元社長であります方確認できました。続きまして、鄭秀和さんです。鄭秀和さんは日本の建築家、デザイナー、有限会社インテンショナリーズ代表、建築家デザイナーということで、東芝の家電シリーズのプロダクトデザイン、またアマダナのデザインを手掛けられてまして、会社創業時より2010年の携帯電話の N07B まで全てを手掛けていたと。アマダナが対応してましたフォーマの携帯なんですけど、このような携帯を使っていた時代の時にデザイン全てを手掛けられてたということで、携帯のデザインも鄭秀和さんが関わってたということで、在日の方が日本の携帯のデザインを扱ってたということになります。こちらの方です。平成20年9月5日の官報に載っております。拡大します。鄭秀和さん、そのまま昭和43年4月27日生まれ。鄭秀和さんは昭和43年ということで、月日は不明なんですが、昭和43年と、あとそのまま、名前がすべて一致されておりますので、こちらに官報に載っておられる方ということで、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、信原武治さんです。信原武治さんは日本の指揮者、オーボエ奏者、大阪府出身、大阪音楽大学卒業ということで、日本テレマン協会を組織されてまして、指揮者、オーボエ奏者としてたくさんの受賞歴がありまして、 CD もたくさん出しておられます。こちらの方になります。信原武治さんは昭和18年4月3日生まれ。昭和55年11月7日の官報に載っております。拡大します。こちらですね、見えますでしょうか。大阪府ということで、京武治さん、通名信原武治さん、昭和18年4月3日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。昭和18年4月3日、昭和18年4月3日ということで、確認できました。こちらの講演会の指揮者ということで、活躍されております。日本の指揮者、オーボエ奏者として、著名な方も聞かされておりますことが確認できました。今回は以上になります。日本の有名人は聞かされた方が多いことが分かってきております。これからも確認していきますので、よろしくお願いいたします。三木正弘さんです。三木正弘さんは実業家、投資家、 ABC マートの創業者です。世界長者番付に載る大富豪でもあります。三木正弘さんは1955年昭和30年7月26日生まれです。昭和63年7月23日の官報に載っています。拡大します。民族名、京正弘、通名三木正弘さん、1955年昭和30年7月26日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。竹内美雪さんです。竹内美雪さんは女子プロゴルファー、所属は大化、1995年平成7年12月7日生まれです。平成13年8月6日の官報に載っています。拡大します。民族名、金美雪、1995年
平成7年12月7日生まれ、竹内美雪さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、荒井翔慶さん。荒井翔慶さんは政治家、大蔵官僚、大阪府出身、1948年昭和23年1月12日生まれです。昭和41年10月27日の官報に載っています。拡大します。民族名僕経済、通名荒井隆さんほか、1948年昭和23年1月12日生まれ。荒井翔慶さんの名字の荒井と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、木村健吾さん。木村健吾さんは日本の政治家、元プロレスラー、品川区議会議員、本名は木村誠英さん、ニックネームは稲妻戦士、1953年昭和28年9月4日生まれ。平成2年6月5日の官報に載っています。拡大します。民族名出生、通名木村健吾さん、1953年昭和28年9月4日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、椎名桔平さん。椎名桔平さんは俳優、スターダストプロモーション所属。お兄様が司会で岩木正明さんという方がいます。海外のホームページに岩木正明さんがリーさんという在日の方であると書かれています。中国遠在誌のホームページにも載っています。ここでも岩木正明さんが李在明さんと書かれています。椎名桔平さんの本名は岩木正義さん、1964年昭和39年7月14日生まれです。平成22年4月5日の官報に載っています。拡大します。民族名李在郷、1964年昭和39年7月14日生まれ。お兄様の岩木正明さんの李在明さんと名前が似ておりまして、椎名桔平さんの本名、岩木正義さんの号が一致しておりまして、生年月日が一致しております。聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、松田成彦さん。松田成彦さんは、歯科医師、インプラントセンター委員長、1956年昭和31年8月23日生まれ。昭和51年2月21日の官報に載っています。拡大します。民族名ゴン・ナリヒコ、通名松田成彦さん、1956年昭和31年8月23日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。先ほどの岩木正明さんや松田さんのように医学の分野でも聞かした方が多いようです。続きまして、林まつりさん。林まつりさんは漫画家です。林まつりさんは漫画家、4コマ漫画を主に描きます。本名中村明恵さん、1974年昭和49年6月17日生まれ。平成18年1月6日の官報に載っています。拡大します。民族名林明恵、1974年昭和49年6月17日生まれ。林まつりさんの本名、中村明恵の名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、林志平さんです。林志平さんは日本の漫画編集者、集英社の社員、1982年昭和57年7月1日生まれです。平成24年8月2日の官報に載っています。拡大します。民族名林志平、1982年昭和57年7月1日生まれ。名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、中村武さん。中村武さんは元プロ野球選手、コーチ、解説者、1967年昭和42年3月17日生まれ。昭和63年8月24日の官報に載っています。拡大します。民族名京武、通名中村武さん、1967年昭和42年3月17日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。
もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、岡田河合さん。岡田河合さんは日本の元女優、1948年昭和23年10月19日生まれ、昭和39年10月29日の官報に載っています。拡大します。民族名金河合、通名岡田河合さん、1948年昭和23年10月19日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。以上10人をご紹介しました。まだまだ続きます。10人ごとに一区切りいたします。続けてご覧ください。徳山秀典さんです。徳山秀典さんは日本の俳優歌手、東京都杉並区出身、1982年昭和57年1月30日生まれ、平成14年4月23日の官報に載っています。拡大します。民族名甲秀典、1982年昭和57年1月30日生まれ。徳山秀典さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、松井雄介さん。松井雄介さんは大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、コーチ、1987年昭和62年7月10日生まれ、平成8年5月16日の官報に載っています。拡大します。民族名丁雄介、1987年昭和62年7月10日生まれ。松井雄介さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、杉本正秀さん。ラグビー選手として活躍されて実業家に転身された方です。杉本正秀さんは日本の実業家、社会人ラグビーで活躍されました。1965年昭和40年8月5日生まれです。平成5年6月3日の官報に載っています。拡大します。民族名パク正秀、通名杉本正秀さん、1965年昭和40年8月5日生まれ。杉本正秀さんの通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、岡本光成さん。岡本光成さんは衆議院議員、財務副大臣、外務大臣政務官などを歴任しました。1965年昭和40年5月5日生まれです。平成4年1月24日の官報に載っています。拡大します。民族名陳光成、通名岡本光成さん、1965年昭和40年5月5日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、原田栄光さんです。原田栄光さんは日本の実業家、アップルコンピューター株式会社社長、日本マクドナルドホールディングス株式会社社長などを歴任されました。1948年昭和23年12月3日生まれです。昭和48年2月19日の官報に載っています。拡大します。民族名金栄光、通名原田栄光さん、1948年昭和23年12月3日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、長州力さん。長州力さんは日本の元プロレスラータレント、1951年昭和26年12月3日生まれです。本名郭光雄、通名吉田光雄と書かれた本がありました。平成28年11月21日の官報に載っています。拡大します。民族名郭光雄、1951年昭和26年12月3日生まれ。本などに載っている民族名と長州力さんの生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、高関節梅さんです。
高崎節梅さんは中華人民共和国雲南省出身の女子体操競技選手。1977年昭和52年2月6日生まれです。平成18年6月14日の官報に載っています。拡大します。民族名は節梅。1977年昭和52年2月6日生まれ。高崎節梅さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、大山正達さんです。大山正達さんは空手家、国際空手道連盟総裁、極真会館創始者、段は10段、別名は増大山。1923年大正12年6月4日生まれです。昭和43年5月16日の官報に載っています。拡大します。民族名蔡英義、通名大山正達さん。1923年大正12年6月4日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、香川正夫さんです。香川正夫さんは大阪府出身の空手家、全日本空手道連盟ナショナルチームのコーチ、監督などを歴任。1955年昭和30年6月8日生まれです。昭和57年12月17日の官報に載っています。拡大します。民族名許正夫、通名香川正夫さん。1955年昭和30年6月8日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、井原剛さんです。井原剛さんは日本の俳優。1963年昭和38年11月6日生まれです。平成7年3月3日の官報に載っています。拡大します。民族名井忠久、通名井原剛さん。1963年昭和38年11月6日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。ここまでで10人の方をご紹介しました。10人ごとに一区切りいたします。日本のあらゆる分野の有名人を確認しております。多くの方々を確認しておりますのでご覧ください。平山聡太さん。平山聡太さんは元プロサッカー選手、元全日本代表。1985年昭和60年6月6日生まれ。平成8年2月13日の官報に載っています。拡大します。民族名新聡太、1985年昭和60年6月6日生まれ。平山聡太選手の名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、神野直孝さん。神野直孝さんは大阪府出身の俳優。1981年昭和56年1月5日生まれ。昭和63年4月14日の官報に載っています。拡大します。民族名許直孝、1981年昭和56年1月5日生まれ。神野直孝さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、福山哲郎さん。福山哲郎さんは日本の政治家、初代立憲民主党幹事長。1962年昭和37年1月19日生まれ。昭和50年8月29日の官報に載っています。拡大します。民族名陳哲郎、通名福山哲郎さん。1962年昭和37年1月19日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、友山祐希さん。友山祐希さんは東京都出身の俳優。1981年昭和56年10月22日生まれ。平成3年1月29日の官報に載っています。拡大します。民族名張さん、通名友山祐希さん。1981年昭和56年10月22日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。
もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。続きまして、三重の海剛さん。三重の海剛さんは第57代横綱日本相撲協会元理事長、本名は石山五郎さん。1948年昭和23年2月4日生まれ。昭和45年9月9日の漢方に載っています。拡大します。民族名李五郎、通名石山五郎さん。1948年昭和23年2月4日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、タイソン幸喜さん。タイソン幸喜さんは大阪府出身の元プロボクサー、第48代東洋太平洋ミドル級王者。1993年平成5年1月23日生まれ。平成29年3月7日の漢方に載っています。拡大します。民族名イ・コウキ。1993年平成5年1月23日生まれ。タイソン・コウキさんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、金井義信さん。金井義信さんは俳優、声優。1963年昭和38年2月11日生まれ。昭和49年6月6日の漢方に載っています。拡大します。民族名金義信、通名金井義信さん。1963年昭和38年2月11日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。続きまして、金海よしみさんです。金海よしみさんは日本の元女優ダンサー。1983年昭和58年5月22日生まれです。平成19年7月24日の漢方に載っています。拡大します。民族名金よしみ。1983年昭和58年5月22日生まれ。金海よしみさんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、金沢久和さん。金沢久和さんは東京都出身のナレーター、俳優、声優。1950年昭和25年1月20日生まれです。昭和59年8月15日の漢方に載っています。拡大します。民族名金利和、通名金沢久和さん。1948年昭和23年1月20日生まれ。生年月日は2年若く公表されておりまして、通名と誕生日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。続きまして、トミーズケンさん。トミーズは日本の漫才コンビです。トミーズケンさんの本名は三田健さん。大阪市出身。1959年昭和34年5月26日生まれ。平成元年10月23日の漢方に載っています。拡大します。民族名金健、通名富津健、三田健。1959年昭和34年5月26日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。ここまでで10人の方をご紹介しました。安倍総理にそっくりな観音様に出会いました。劇的に感慨深いです。ご覧ください。続きまして、安藤幸喜さんです。安藤幸喜さんは日清食品ホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO。 1947年昭和22年10月7日生まれです。昭和40年11月9日の漢方に載っています。拡大します。民族名呉幸喜、通名安藤幸喜さん。1947年昭和22年10月7日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。伊集院静香さんです。伊集院静香さんは作家、紫綬褒章受章。本名西山忠樹さん。1950年昭和25年2月9日生まれです。昭和50年5月17日の漢方に載っています。拡大します。民族名張忠樹、通名西山忠樹さん。1950年昭和25年2月9日生まれ。本名と生年月日が一致しておりまして、
聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味ある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。新井貴博さんです。新井貴博さんは元プロ野球選手、第7代日本プロ野球選手会会長、1977年昭和52年1月30日生まれ、平成16年6月9日の官報に載っています。拡大します。民族名パク貴博、1977年昭和52年1月30日生まれ、新井貴博さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。竹原慎二さんです。竹原慎二さんは元プロボクサー、元 WBA 世界ミドル級王者、1972年昭和47年1月25日生まれ、平成9年5月9日の官報に載っています。拡大します。民族名菅慎二、1972年昭和47年1月25日生まれ、竹原慎二さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味のある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。前田明さん。前田明さんは元プロレスラー、リングス CEO、 1959年昭和34年1月24日生まれ、昭和60年2月15日の官報に載っています。拡大します。民族名高明、通名前田明、1959年昭和34年1月24日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。大門正明さん。大門正明さんは俳優、本名は八木正明、1949年昭和24年3月10日生まれ、昭和48年6月19日の官報に載っています。拡大します。民族名ローヤーファン、通名大門正明さん、1949年昭和24年3月10日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。鈴木恵美さん。鈴木恵美さんはモデル俳優、1985年昭和60年9月13日生まれ。鈴木恵美さんは上海出身の元中国人で、本名はウー・ツーリャンさんという情報があります。平成11年11月17日の官報に載っています。拡大します。民族名ゴーさんですね。1985年昭和60年9月13日生まれ、本名ウー・ツーリャンという民族名に似ていて、生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。三川珠代さん。三川珠代さんは歌手女優、1950年昭和25年12月20日生まれ、昭和48年8月1日の官報に載っています。拡大します。民族名リ・ユエスイさん、通名三川珠代さん、1950年昭和25年12月20日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。江原正弘さん。江原正弘さんは日本のお笑いタレント、1982年昭和57年5月29日生まれ、平成15年10月31日の官報に載っています。拡大します。民族名劉正弘、1982年昭和57年5月29日生まれ、江原正弘さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。岩城浩一さん。岩城浩一さんは日本の俳優歌手、1951年昭和26年3月21日生まれ、ニックネームがリー浩一だという情報もありました。平成29年4月5日の官報に載っています。拡大します。民族名李浩一、1951年昭和26年3月21日生まれ、岩城浩一さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。
ここで10人ご紹介しました。まだまだいらっしゃいますが、10人ごとに一区切りいたします。続けてご覧ください。続きまして、矢野貴章さんです。矢野貴章さんはプロサッカー選手、元日本代表、1984年昭和59年4月5日生まれです。平成4年5月21日の官報に載っています。拡大します。民族名金正一、通名矢野貴章さん、1984年昭和59年4月5日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。青木元正さん。青木元正さんはもう一人の青木と言われたプロゴルファー、1950年昭和25年5月18日生まれです。昭和59年8月15日の官報に載っています。拡大します。民族名金元正、通名青木元正、1950年昭和25年5月18日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。武田美穂さん。武田美穂さんは3度のオリンピックで5つのメダルを獲得している水泳選手です。1976年昭和51年9月13日生まれ、平成元年11月15日の官報に載っています。拡大します。民族名金美穂、通名金本美穂さん、1976年昭和51年9月13日生まれ、名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。秋山雄二さん。秋山雄二さんは漫画家、代表作ははぐれ雲と、1943年昭和18年4月27日生まれ、昭和42年5月1日の官報に載っています。拡大します。民族名金雄二、通名秋山雄二、1943年昭和18年5月27日生まれ、公表では4月27日生まれですが、実際は5月のようです。通名と年と日付が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。滝川麻衣子さん。滝川麻衣子さんは演歌歌手、本名丸山静美さん、1969年昭和44年11月24日生まれ、平成2年6月6日の官報に載っています。拡大します。民族名金静美、通名丸山静美、1969年昭和44年11月24日生まれ、本名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。高山智博さん。高山智博さんは漫才師、お笑いタレント、本名高山智博、1968年昭和43年7月10日生まれ、平成19年11月27日の官報に載っています。拡大します。民族名高智博、1968年昭和43年7月10日生まれ、本名高山智博さんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。豊川隆弘さん。藤井聡太棋士と3回対局しております方です。豊川隆弘さんは将棋棋士7段、1967年昭和42年2月20日生まれ、平成11年7月7日の官報に載っています。拡大します。民族名陣高弘、1967年昭和42年2月20日生まれ、豊川隆弘さんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。野村達夫さん。野村達夫さんはゲームクリエイター、ポケモン GO を作った人です。ポケモン GO は大変な人気でした。野村達夫さんは中国名シーレ、1986年昭和61年4月16日生まれ、平成20年10月3日の官報に載っています。拡大します。民族名シーレ、1986年昭和61年4月16日生まれ、野村達夫さんの中国名と生年月日が一致しておりまして、
聞かされておりますことが確認できました。沢木哲さん、沢木哲さんは元関西ジャニーズジュニア、本名は呉村明宏さん、1982年昭和57年8月24日生まれ、平成10年5月8日の官報に載っています。拡大します。民族名呉明宏、1982年昭和57年8月24日生まれ、本名呉村明宏さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。馬淵由香さん、瀬戸大也さんの奥さんです。馬淵由香さんは飛び込み競技選手、スポーツコメンテーター、1995年平成7年2月5日生まれ、平成10年5月15日の官報に載っています。拡大します。民族名蘇由香、1995年平成7年2月5日生まれ、馬淵由香さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。ここで10人ご紹介しました。まだまだいらっしゃいますが、10人ごとに一区切りいたします。続けてご覧ください。続きまして、孫正義さん。孫正義さんはソフトバンクグループ会長兼社長、1957年昭和32年8月11日生まれです。平成2年9月4日の官報に載っています。拡大します。孫正義さんは民族名で通名安本正義さん、1957年昭和32年8月11日生まれ、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。和尾陽香さんです。和尾陽香さんは本名大川貴子さん、元宝塚トップスター、1968年昭和43年2月15日生まれです。昭和61年3月13日の官報に載っています。拡大します。民族名源貴子、通名大川貴子さん、1968年昭和43年2月15日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。興味がある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。木村雄一さんです。木村雄一さんはタレント俳優、1963年昭和38年2月9日生まれです。昭和45年7月4日の官報に載っています。拡大します。民族名パク雄一、通名木村雄一、1963年昭和38年2月9日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。ご興味ある方はご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。レッド吉田さんです。レッド吉田さんは本名吉田長則さん、お笑いタレント、1965年昭和40年10月30日生まれです。平成6年4月5日の官報に載っています。拡大します。民族名テイ長則、通名吉田長則、1965年昭和40年10月30日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたらご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。呉城久美さん。呉城久美さんは女優、1986年昭和61年9月30日生まれです。平成12年11月7日の官報に載っています。拡大します。民族名呉久美、1986年昭和61年9月30日生まれ、呉城久美さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたらご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。錦野明さんです。錦野明さんは本名錦野明、歌手俳優、1948年昭和23年12月14日生まれ、昭和36年6月28日の官報に載っています。拡大します。民族名金明職、通名錦野明、1948年昭和23年12月14日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたらご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。南果歩さんです。南果歩さんは女優、
1964年昭和39年1月20日生まれです。昭和56年12月18日の官報に載っています。拡大します。民族名金克美、通名南克美、1964年昭和39年1月20日生まれ。南加穂さんの名字と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大の拡大です。ご興味ありましたら、ご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。野川由美子さんです。野川由美子さんは女優、1944年昭和19年8月30日生まれです。昭和41年11月21日の官報に載っています。拡大します。民族名、王由美子、通名、野川由美子、1944年昭和19年8月30日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたらご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。金村義明さんです。金村義明さんは野球解説者タレント、1963年昭和38年8月27日生まれ、平成20年5月22日の官報に載っています。拡大します。民族名金義明、1963年昭和38年8月27日生まれ、金村義明さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたら、ご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。ジョニー大倉さんです。ジョニー大倉さんはミュージシャン、俳優、1952年昭和27年9月3日生まれ、韓国名パク・ウナンとあります。異邦人の川という映画に出演していて、ジョニー大倉さんがパク・ウナンと紹介されています。公表している民族名のようです。平成17年12月15日の官報に載っています。拡大します。民族名パク・ウナン、1951年昭和26年9月3日生まれ、ジョニー大倉さんの民族名と月日が一致。公表では昭和27年生まれと1歳若くなっております。これが最大限の拡大です。ご興味ありましたら、ご自身で図書館などにて検索をお願いいたします。ここで10人ご紹介しました。10人ごとに一区切りいたします。続けてご覧ください。木下隆之さん。木下隆之さんは1972年昭和47年1月16日生まれです。平成11年2月23日の官報に載っています。拡大します。民族名パク隆之、1972年昭和47年1月16日生まれ、木下隆之さんの名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。もっと拡大しました。気になる方はご自身で図書館などにて検索願います。荒井栄一さん。荒井栄一さんは1950年昭和25年生まれです。さらに調べると1950年昭和25年3月生まれのようです。平成4年7月16日の官報に載っています。拡大します。民族名パク栄一、通名荒井栄一さん、1950年昭和25年3月14日生まれ、通名と生まれた年月が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて検索お願いいたします。安倍剛さん。安倍剛さんは1982年昭和57年2月13日生まれ、ニックネームはドンドン。安倍剛さんがリー・ドンドンさんだと本に書かれておりました。平成12年1月17日の官報に載っています。拡大します。民族名リー・ドンドン、1982年昭和57年2月13日生まれ、ニックネームのドンドンは本名のようです。安倍剛さんの生年月日とニックネームが一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。野村正樹さん。野村正樹さんは1952年昭和27年11月13日生まれです。昭和49年6月6日の官報に載っています。拡大します。民族名パク正樹、通名野村正樹、1952年昭和27年11月13日生まれ、野村正樹さんの生年月日と通名が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。さらに拡大しました。気になる方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。マッハ文明さん。
マッハ文明さんは本名渡辺文明、1959年昭和34年3月3日生まれ。昭和51年2月24日の官報に載っています。拡大します。民族名金文明、通名渡辺文明、1959年昭和34年3月3日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。橋本天花さん。橋本天花さんは1993年平成5年11月19日生まれ。平成24年10月9日の官報に載っています。拡大します。民族名ウ天花。1993年平成5年11月19日生まれ。橋本天花さんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。橋本天花さんの別名は天智夢さんです。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。豊原康介さん。豊原康介さんは1965年昭和40年9月25日生まれ。平成元年12月13日の官報に載っています。拡大します。民族名李康介、通名豊原康介。1965年昭和40年9月25日生まれ。豊原康介さんの通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方はご自身で図書館などにて確認お願いいたします。みやぞんさん。みやぞんさんは本名、みやぞの代行。1985年昭和60年4月25日生まれ。平成17年4月19日の官報に載っています。拡大します。民族名、金大光、1985年昭和60年4月25日生まれ、みやぞんさんの本名、みやぞの大光の名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方は、ご自身で図書館などにて確認してはいかがでしょうか。松田優作さんです。松田優作さんは1949年、昭和24年9月21日生まれです。昭和50年8月23日の官報に載っています。拡大します。民族名金優作、通名松田優作、1950年昭和25年9月21日生まれ、公表していた生年月日よりちょうど1年若い方でした。月日が一緒です。松田優作さんの通名と生年月日の月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方はご自身で図書館などで検索してはいかがでしょうか。西城秀樹さん。西城秀樹さんは本名木本達夫さん。1955年昭和30年4月13日生まれです。本名が木本達夫さんだと他でも確認いたしました。昭和50年12月11日の官報に載っています。拡大します。民族名李音達、通名木本達夫さん。昭和30年4月13日生まれ、西城秀樹さんの本名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大しました。興味ある方は皆さんが図書館などで検索してはいかがでしょうか。ここまでで10人の方をご紹介しました。まだまだ続きますのでご覧ください。和田明子さん。和田明子さんは1950年昭和25年4月10日生まれです。昭和46年7月23日の官報に載っています。拡大します。民族名金福子、通名和田明子、1949年昭和24年4月10日生まれです。さらに拡大しました。確かに通名は和田明子さんです。これが最大限の拡大です。気になる方はご自身で図書館などにて検索願います。矢沢永吉さん。矢沢永吉さんは1949年昭和24年9月14日生まれです。昭和53年6月8日の官報に載っています。拡大します。民族名、張永吉、通名、矢沢永吉と他2つの通名、1949年昭和24年9月14日生まれ、通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大いたします。確かに矢沢永吉さんです。横にして拡大しました。これで見えると思います。続きまして、松尾隆さん。
松尾隆さんは本名岸邦弘、1960年昭和35年5月11日生まれです。他を調べても情報は一致します。本名岸邦弘さん、1960年昭和35年5月11日生まれです。平成3年10月29日の官報に載っています。拡大します。民族名王邦弘、通名岸邦弘、1960年昭和35年5月11日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。五木ひろしさんです。五木ひろしさんは1948年昭和23年3月14日生まれです。昭和48年4月18日の官報に載っています。拡大します。民族名李和夫、通名松山和夫、松田和夫、五木ひろし、1948年昭和23年3月14日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。宮古晴美さんです。宮古晴美さんは1948年昭和23年2月22日生まれ。昭和41年5月18日の官報に載っています。拡大します。民族名李晴美、通名北村晴美、宮古晴美、1948年昭和23年2月22日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。井川遥さんです。井川遥さんは1976年昭和51年6月29日生まれです。井川遥さんは学生の時にモデルとして記事に載っていました。名前は張良恵さんです。張良恵と書かれています。平成18年9月7日の官報に載っています。拡大します。民族名張良恵、1976年昭和51年6月29日生まれ。雑誌記事の名前と井川遥さんの生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。結城真央美さんです。結城真央美さんは1980年昭和55年3月2日生まれ。昭和60年9月11日の官報に載っています。拡大します。民族名張真央美、1980年昭和55年3月2日生まれ。結城真央美さんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。安田成美さんです。安田成美さんは1966年昭和41年11月28日生まれ。平成7年12月21日の官報に載っています。拡大します。民族名丁成美、1966年昭和41年11月28日生まれ。安田成美さんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。藤谷美紀さんです。藤谷美紀さんは1973年昭和48年9月15日生まれです。平成2年6月6日の官報に載っています。拡大します。民族名金真紀子、通名金谷真紀子、藤谷美紀さん、1973年昭和48年9月15日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。木下ほうかさんです。木下ほうかさんは1964年昭和39年1月24日生まれです。平成23年12月21日の官報に載っています。拡大します。民族名李ほうか、1964年昭和39年1月24日生まれ。木下ほうかさんの名前と生年月日が一致しておりまして、記載されておりますことが確認できました。さらに拡大します。これで見えるかと思います。今回は以上になります。可能性が高いと思われる有名人、皆様が官報で確認できた有名人などをコメント欄にてお知らせください。追加してご紹介を検討いたします。ありがとうございました。失礼します。